あと、僕、ちょっとしたなんですけど、似たようなのを世界不思議発見で見たんです。撮影の時足つからせてもらったんですけど、はい、癖になりますね。最初、普通ったい感じですけど、でもね、だんだん慣れるんですよね。かなり気持ちいいですよ。はい、びっくりしました。もともとね、トルコ400年前からこのドクターフィッシュの入浴法ってあるんですけど、はい、このガラルファはですね、原産国がトルコで、一部ドイツでも生産しておりまして、コイ科の淡水魚でございます。この魚の一番の特徴といたしましては、37度という温度域で生息し、人の古くなった角質を食べるという習性がですね、まあ、注目されている魚でございます。そうですね、なんかアリが歩いてるようなそんな感じですね。なんか捕食するのが好きで、なんか楽しい。